こんにちは。最近寒くなってきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。続く言葉がねえな。皆さんは学生の人が多いと思います。このくんチャンネルのメインの視聴者層18から22です。そして皆さん5年後ってだいぶ違うんですよ。多分5年前を振り返ってください。無職でした。じゃあ5年後も無職かも。そういう人はいるかもしれませんが、5年後の想像を建築大喜利で作ってもらいます。参加型でもいいですよ。5年後の参加型を建築大喜利で予想とかでもいいし、自分個人でもいいし、誰かを誹謗中傷するのも OK です。ベノムを誹謗中傷するとか、どうせ5年後も大学生とか言って誹謗中傷するのもセーフです。俺5年前は2017年、界隈 PUBG か。今のニート部に似たもので PUBG っていうコンテンツをやっててですね、アトラスとかやってたか。まあでもその頃から陰キャ転生とかいたんだよね。ノルノル陰キャ転生、ノルノル陰キャウミナチスタヌキとか、ボンコンもデキオコもいた。ちょうどコンテンツの過渡期ぐらい。だから5年後ってまだ折り返しじゃないんですよね。50人クラフト、50人クラフトが始まったのが2019年の7月かな。だからまだまだ全然折り返しじゃないんで、5年後どうなってるかわかりません。ということで知ってください。5年後どうなってるかな、ウルンルの人生って。ねえウルンル、今の彼氏と結婚してるかな。31歳、もう結婚してないと。子供もいるかな。ウルンルーだね。うわーでもなんか俺 DM とかでウルンルーから実は妊娠しましたとかっていう風に来たら、なんか俺ちょっとショックだな。なんか結婚して実は入籍してるんですとかって DM 来たらちょっとなんか、あでもさ待って、俺に命名権あるよな。子供の命名権俺にくれよ。ウルンルー勘助け、お前ら俺のおかげで出会えたんだよな。命名させろよ。名前何になる。クラフト、山田クラフト。ね、別にいいじゃん、クラフト。かっけえ。いいじゃん、クラに人。え、ちなみにだけど、めっちゃ古い名前で、クラウドみたいな、クロウドみたいな感じの読み方で、確か江戸時代とかの名前で確かあったような気がするな。剣豪でも確かいるはず。ちゃんと歴史ある名前だよ。日本の律令制っていう、なんかこう、天皇の秘書官がクラウドっていう、クロウドっていう役割だから、決してマインクラフトから取ったわけじゃないですね。クランドとかいう風になんか昔は言ってたらしい。名前、人名の一つでもあるらしいです。家系とか本人の官職名を通称として用いるみたいな、知ってる？昔は官職の名前をその本人の名前にしてたみたいなことがあったんだよ。例えば事務員だったら事務員くんみたいな。私事務員だ、だから事務員、ウルンルーのこと事務員って呼ぶみたいな。まあさ、ゴンベイとかあるじゃん、知ってる？ゴンベイ、なんか兵隊みたいな感じの役職みたいなのがあって、それが名前に転化したみたいな感情なんで、クラフトは歴史ある名前なんで、クラフトにしてください。もう俺命名権あります。俺がウルンルーとカンタスケを引き渡した。よし、クラフトで。はい、後付けです、全部。あ、まあ本当だけどね。ちゃんと歴史的な名前です。由緒正しいですよ。ウルンルーママ、なんで僕の名前ってクラフトなの？それはね、とある YouTuber の人がきっかけであったのよ、私たちは。え、その YouTuber って誰？これよ。そうかそうか、ギャー、終わりだ。もういきなりこれか。2027 10月1日雲ここに眠る。5年後も変わらず死んでる。痩せよ、痩せないとこうなるよ。てかさ、お前さ、参加型に参加しなかった未来選手権でも死んでたけど、参加型に参加してでも死んでんのか。うん、救いはない、なし。あー、コノさんとカップル YouTuber とならないのが人生。あれあれ、ちょっと待って。うん、うん、なんか今、おかしかった。えコノさんとカップル YouTuber とはならないのが人生。同じ部屋にいてもやってる仕事は別々。ナッシーは小説を書き、コノさんはゲーム実況をする。仕事中は会話をあまりせず、二人でイチャイチャできるのは数時間ぐらい。それでも現実を受け入れ、細々仲睦まじい生活を過ごす。謙虚なふりしてしれっと同棲してる。なんか仕方ないみたいな現実見てるんだな、ナッシーも。次、エンディング。5年ぶりにかっぱ寿司で真横を食う雲 42kg。 僕も痩せ細ってこんなになっちゃったってことか。痩せたな雲。雲痩せたらこうなっちゃうのが、これはこれでちょっとキモいな。なんかいい未来だ。まあ、生きてるだけでな、生きてるだけでいい未来だ。5年間絶食したらまあこうなる多分。次、多分トムとタボンは5年後友達になる。え？トム、俺のも作っといて。タボン、はい。ひどい。ひどすぎる。5年後は友達になれるかな？お風呂？あ、今帰った。
多分友達になれるといいね。5年後とは言わず今でも友達になれるといいね。これ作ったの？わらわら、ひどすぎる。次、家賃。まず5年以内に戦争に巻き込まれ人口が半減します。その中で戦場を駆け回って人々を救う、そして世界の救世主として君臨する。なるほどな、さすが無敵の人は違うな、さすが家賃だな。次、本気度。就活不安しかない。友達みんな内定決まってるのに自分だけ彷徨う姿が思い浮かぶ。つけてニートになっちゃう気がする。まあいい大学行ってもデポンはいるもんな。なかなか難しいね。テイクボックス。最高裁。僕は会社に残った同期たちのために徹底抗戦します。あの浪費と戦うみたいな感じになってる。なんかもうあ、そっち路線なんだ。もう適切な労働を。あー、We are 共産党。確かに法制としてはこのルートだよね。正しいルートは法制ルート。ラーメン、何これ。え、今から5年経つと大学受験のために勉強頑張っているでしょう。僕は法制大学に行けることを決めているので。は、え、え、法制大学行くの。きっと5年後の自分は青春を満喫しているでしょう。法制なんだ。今から目指すには壁が低すぎる。確かに。もうちょっと高い壁に挑戦してもいいような気がちょっとしちゃうね。次、ノルチャ。参加頻度は別として、良くも悪くも5年後も参加してそうな人。あくまで独断と偏見をもとに選んだので、異論は認めません。選ぶということはリスペクトしているということ。無論私は生きてたら多分参加してます。5年後いそうな人たち。やっち。やっさ。まあ確かに。まあまあ、ちょっとわかるかも。5年後いそうな人たち。なんかちょっとこう、2つパターンがあるよね。すごい参加型り熱心なのと、あとなんかこうリアルがあまりないのかなみたいな、こう2パターンって感じだよね。まあ大人勢はそうだよな。子供勢は生活が変わるから、結局子供勢は生活変わるもんね。5年後も参加しつつリアルの幸せをつかむ、たった2人の現参加勢、参加権ありの世継ぎあり。親子で参加型か。今は26歳、5年後は31歳。週明けから復職する職場が続いているかは分かりませんが、希望としては働き続けたい。お金は必要。5年の間に結婚、出産、妊娠。マインちゃんとクラフト君。マインちゃんなんだ。あー、マインちゃん。まあそうだよね。まだね、マイクルの子に出会えたんだから。マインは別にさ、ちょっと可愛くない？ひらがなでマインで。渡辺マインみたいな。夢の一軒家のため2人で貯金。毎日ウルルルの手作り弁当。たまの贅沢でお休みの日にお出かけできたらいいね。うわー。いや、マジでこうなってくれ、こうなってくれ、頼む。いや、ちょっとこうならないと悲しすぎる。なんかこういうの見せられたら、なんかさ、彼氏彼女が付き合ってるとかだったら、これはちょっと悲しいな。ここまで見せられるとちょっと、頼む、結末を信じたいところではある。次、5年後は全員タコワサ。俺もうめっちゃ下の方を見てる。5年後は全員タコワサになってるんだ。もう全て支配してる。建築すごいな。35回で建築、あ、そうか、建築ができるタコワサが入ったから、確かにタコワサ軍団の中の建築力が底上げされて、建築力大幅アップ。これはやばい。ラビット。お金。時間。20代になったラビット。今日もみんなでマインクラフト。コーヒーうめえって、あ、やりたいけど。ちょっと待って、俺勝手に25くらいだと思ってた。バリスタとか言うから。次。コノハ。法制だから大手は期待してないけど、本に携わる仕事ができたらいいな。ラジオ局とかメディア系の会社も興味あるから、好きなことにつけてたらいいな。ネットでは忘れられてたい。まあ、大手じゃなければ大丈夫じゃない。印刷工場でも、印刷工場、随分なんかちょっと内容が下がっちゃった。印刷工場でいいのか。新聞配達員。まあ、本に携わってるね、まあ。働くなら何でも応援するよ。ナッシーが応援してくれるらしい。あ、ナッシーの担当？小説家ナッシーの担当ってことか。あー、熱いね。そうつながるんだ、世界は。いや、それはちょっと。次行きましょうか。多分、5年後まだ我が共和国の尊厳は絶えず続いている。でも俺の参加型人生は終わって、ツイッターで意味のわからない挑戦ツイートをしてる。ちなみにここは企画で使うと救急機が必死に検知したけど、俺が企画してたこと自体を忘れ放置されたキム・イルソン広場。この企画で俺の苦労と時間を供養しろって999から言われた。うわ、やべえの作ってる。うん、まっ。すごいな。これ軍事パレードしてる場所でしょこれ。へへ。こんなわけのわからん大喜利で消化されちゃうんだ。オビワン。
5年後の私は29歳、職場の素敵な男性から猛烈アピールを受け、お付き合いを始める。半年の付き合いの後、同棲を経てついに29の年に、夜景の見える素敵なレストランで夕食の後、人気のない近くの高台でプロポーズ。ちょっと張り切りすぎなんとちゃうなんて言いつつ涙が止まらない。結婚式は公務員の2人には痛い出費、ウェディングフォトで着飾った私に見とれる彼をいつまでも私にメタボれないんやからなんて呆れつつ幸せに浸る。結婚だけが人生じゃないと思うで。これ寝言選手権寝言選手権ひどすぎる寝言選手権。いや、まあ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 、今お付き合いしてる男性とかはいないの？いけそうなところはない？いません。うん次だね。たわけ5年後の自分。ダイエットディスコードから始まった筋トレブームが5年後まで続き、カイグリーンみたいな体型に仕上がったクンサイは参加でのボディビル大会に出る。俺一応ダイエットディスコード最近書いてないけど、ちゃんと一応続けてるよ。書くの忘れちゃう。なんかみんなやってる？ダイエットちゃんと続けてるか？やってる。はい。腹筋ローラーは買った。いや、買うだけじゃ別に腹筋鍛えられない。ダイエットさんは全然動いてない。じゃあ俺が動かすか、また。入ってたら思ったよりガチで静かに。あのさ、結構ガチでしょ？あのダイエットディスコード。あの、俺知識ちゃんと頑張って調べていろいろ書いてるよ。運動の話とか、こういう感じでやりましょうとか。次行きますか。姫路。ん？数年後の50人クラフト、グッズ化が本格化、グッズの収益の数パーセントが参加税に支払われる。当初はニート組などの売り金が多かったものの、デポンやベドムなどの固定ファンがいる参加税たちの売り上げが、ちょっと待って、ちょっとデポンって何？え、デポンって固定ファンさ、すごい。あ、いたんだ。デポンって、あ、人気だったんだ。最終的にキッズは逆張りしそうにより、当アボムなどの売り方組の売り上げが多くなり、参加税は全員裏方を目指すように50人クラフト終焉。同じ熊としてリスペクトがある。ゴッドコータン。5年後の自分、ゴッドゴータン作。ゴッドゴータン24は通勤するタイプの仕事ができないので、家の中でゲーム実況を続けながら絵でお金を稼いでいてほしい。ずっと家の中にいて自炊もできないので、骨密度も低くなり自力で歩くことができません。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいつの間にか、なんで体が絶望化してんの、なんか。次行きましょうか。アムジュラサスブルーン、5年後。2022年10月1日、ボーグたちの件、実は僕がコマンドをミスりました。まあ、よく言えたな。よく言えた、優勝。優勝かな。えらい。よく言えた。お前か。え、捜査線上に上がってなかったよな、だって。まあ、よく言えた。いや、僕です。そうなのか、あの偏見ボット。ご偏見、お前。なんでそうなったかだけ今後のために言おう。え、確かに何をしてたの、ハムは。あ、今のネタじゃない。ネタなのか、今。なんだ。ハムじゃないのか。じゃあ、また迷宮入りじゃねえか。なんだよ、びっくりした。ネタか。え、そうだよな。ネタ。まあ、ド偏見ボットだ。なのかな、やっぱり。結局迷宮入りか。まさかハマドリはド偏見をかばって、同じ同期だからかばったのか。類戦崩壊。ド偏見許せねえな、あいつ。自分は黙ってのうのうと。純粋なハムをよくも。都市が泣くって相当だな。本人のいないところでどんどん評価が下がる。次、ドロボス。クンさんがより筋トレにやめ、参加とトレーナーやボディービルダー、栄養管理士の参加税が参加。それはいいね。そんなこと起きるんだろうか。次、トゥンガーリー。覚悟はあるか。ねえよ。なんでいきなり立ってんの、この奥か。髪は散り、若ハゲのクンの頭皮は襲うとき、我が身の不摂生を呪うだろう。腹は飛び出て、肌はブツブツ、顔は顔だりに蝕まれる。マイクラは過去のものとなり、若き視聴者は消え、参加税も半数は精神がおかしくなる。税の限りを尽くしたシナジアを泣く泣く手放し、団地を追われ、橋の下にたどり着く。ペリカンの時計を売った金で鍋を買い、河原の草をむしり煮て食う。一方、俺様は霞が関の高級別荘地に住み。ちょっと待って、霞が関に別荘はない。大統領とゲートボールをして遊び、六本木の高級スナックをつけて飲む。政治家ルートなんだ。なるほど、俺はもう落ちてしまうのか。俺がお金なくなったら、実家帰るかな。東京にいないから多分、普通に実家でゲームして暮らすかな、多分。実家の土地に住んで、虫とキジとか、あなんかわけわからん狸とかイタチみたいなのに囲まれながら、ゲームして暮らすわ。配信して、なんもなくなったら、それが幸せなのかも。まあ、それもそれで幸せですよ、多分。次。ブーン。何してるんだ、これ。
今の環境居心地がいいので多分ずっといると思います。5年後も田辺様はあるのでしょうか。5年間続くコミュニティって相当すごいよ。なんか今までの経験上、ネットコミュニティで5年続くって神がかってる気がする。5年続いたネットコミュニティって多分俺見る限り知らないな。現実だと、いやもう30年クラスじゃない、そうそうないよね。この参加型っていうのって950人クラフトから、まあ、ちょっと途中空いてるんだけど続いてるから、参加勢のここって私3年はいるじゃん。3年間続いてるコミュニティ相当だから、そういうコミュニティってボス的な存在がやり続けるかどうかがかなりかかってる。あとそのグループに女がいたらちょっと微妙い気がする。そういう小規模なグループは女がいると恋仲になった後に破局して MMO のクラン大体終わる。ダメな点全部引っかかってる田辺さん。でも田辺さんは女いなくない？だ大丈夫だと思う。それはいないね。田辺さんには女がいないから大丈夫だね。そこは大丈夫そうだよ。その心配はないから。田辺本人も人生に何も変化ないだろうからマイクがあればいそうではある。え、田辺だってさ、すでに5年間くらいはもう空気質してる人だよ。2018くらいからいるよ、あいつ確か。まあ、多分大丈夫なんじゃないかなって気がする。もうキッズの年齢じゃないね。あと、意外とラボ勢とかって、今後の参加もなんか普通って感じな気がする。なんか、なんだろう。今仕事してる人が多いわけじゃん、ラボの人って。そう、生活が安定してるから変わらないね。変動しないっていう。田辺様に女いないが刺さってる。おやさん、まだ言ってる、その話終わったのに。23時何も気にしてないじゃん。何も気にしてないよ、23時は多分。苦しい、立ち直れない。23時爆笑してる。おびわ、大丈夫、これを見ろ、見よう。おびわ、おびわ、もっと近くで、あの自分の姿を見よう、ここで。わー、すごい。ウェディングドレスか。でも、和装もいいよね。どっちがいいかな。どういう結婚式にする？和装もいいよ。こんなもの幻想だ。やばいやばいやばい。やばいって。もう壊れちゃった。こんなもの幻想だ。あっちゃー。昔はあんなに女のあること隠してたのにね。いや、まあその、なんだこう、まあ、でも、オビワンは、こう優しいからな。大丈夫だと思うけどな。いい人だから大丈夫だと思うよ。ドリフトもうまい。ドリフト、おびわってそんなドライバーだったの？ドリフトがうまい。それドリブルでしょそれ。そのギャグって。ドリフトがうまい。キキーグググググググッ。イニディみたいな感じだったのか。めちゃくちゃかっこいいじゃん。ここで車キャラ。それはモテるわ。俺さ、それ系でさ、ベースやる女、グハってなる。わかるかな言ってること。ドラムもだけど、ベースがやばい。最近さ、ショーとかさ、王国がなんか、金になるかもみたいな話があったからさ、YouTube のショートをさ、勉強するために TikTok 見てみたのよ。まあ、なんかめっちゃ頭悪そうなのが多くて、なんか頭悪そうだな、ムネちゃんって可愛いんだなって思いながら見てたら、なんか、まあ、バカコンテンツだ、こんなもんとか言ってバカにしながら見てたら、だからベースを弾く女が出てきて、ってなって、TikTok やられてしまいそうなんて危なかった。危ないところだったから、もうスマホを置いた俺は。ムネちゃんって可愛いんだね。もう、むちゃくちゃ可愛かったね。なんかもう嘘だろみたいな。すごい顔が良かった。次。わらららら。未来なんて気にするな。今を精一杯生きたまえ。いい締めだなぁ。いいなぁ。今を精一杯生きたまえ。いいね。今を精一杯生きるか。次。うわぁ。馬面はぎ。今大学の勉強、部活、参加型、すべてを必死になっている僕は、先を見据えることのなく、目の前のことに必死になって生きていく。5年後、気づいた頃には周りに登れそうのない壁。どれも頑張ろうとした結果、どれもが中途半端に、前後左右どこにも引けない。光は見えるけど遥か上。それでもどこかが上に繋がっていると信じ、すべての壁に手をかけようともがき続ける。どれか一つの壁を諦めて壊してしまえば、闇の外に出れるというのに。なんか、兄弟で順風満帆のやつがなんか言ってるぞ。勉強部活参加型頑張ってるって言いたいだけ。勉強部活参加型頑張ってるから俺って言いたいだけ。俺頑張ってるよって言いたいだけだったか。いや待ってよ。両立できて偉いね。ひどい解釈だな。次。20話もさん。今、学生の人たちの5年後、就職、社会の理不尽さを知り、身を粉にして働く。体制し、立派に社会貢献をする者。
一方、定職に就かず今と全く変わらない生活を送る者もいる。どちらが正解でどちらが幸せというわけではない。自分の信じた道を生きよう。カタカタタン。そうじゃん。うわー、やばい、ミスったー。うわ、言ってそう。これなんか脳内で再生できた、これ。今度のこのセリフ。これ言ってそう。なんか、めっちゃわかる。今、なんか読み上げて再生できた、なんか。よし、今日はここまでやって帰ろう。イカオコ。朝日。もう無理、疲れたー。出世コース。本日の議題はこちらです。私から提案がございます。なんかさ、こちらブラックで働くバカどもみたいな感じで、こっちはそんなことないみたいな感じになって、馬面あぎのヘルスカは出世コースでなんか、人の人生に悪意があるぞ。あ、今日締め切りの宿題忘れてた。留年か。今日の動画はすごい伸びたぞ。今日も25時から配信と。この辺は変わってないんだな。まあ、何が正解かというのはないわけだ。就職か。なんか俺あれの気分なんだよな。やっぱみんな見てるとね、なんか山の奥に住むドラゴンの気持ち。みんな先に死んでくから、クンキッズ見てるとドラゴンの気持ちになる。なんだろう、ファンタジーものでさ、なんか死なないドラゴンいるじゃん。そのドラゴンの気持ち。みんな通り過ぎてってみんな死んでるところを見るから、みんながいなくなる瞬間とか、みんなが消えてくのとか、なんか見送ってくから、めちゃくちゃ長生きするドラゴンみたいな。先に行くね、クンさん。てめえの者どもよ。それで悲しくなることはある。まあ寂しくはなるかな。なんか昔のキッズとかがなんかこう、なんかの表紙で昔のキッズのツイッターとか見て、なんか結婚したとか言ってたり、昔はなんかもうすげえただのクソガキだったのに、なんか病んでたり、仕事のことで病んでたりとかして、まあもちろん俺を見てる素振りが ないけど、なんかこう立派にやってるか、なんかトロールしてるかは別だけど、あ、なんかもうそういう感じなんだな、こっち側じゃないんだな、みたいな。まあまあ、そうだし、まあ、低迷の者たちっていう。なんか別に追跡してなくても、ああいうやついたけどもういなくなったな、とかはいるから、まあなんかもう、ドラゴンの気持ちですよね。低迷の者どもの、限りある命を、の人たちって感じ。コタロウラーメンも就職するのかな。最近コタロウいないじゃん。だからさ、俺最近大丈夫か、なんか仕事とか、なんかそういう感じかって言ったら、あ、大丈夫っす、あと2、3日で行きます。全然余裕みたいな感じ、もう何でもない感じだった。安心感。大丈夫感だった。これおしまいかな。しみじみトークでおしまいか。大学生組もあと6、7年だったら結婚とかツイートしてるんかな。でも今は晩婚だから、30とかで結婚が当たり前だから、6、7年はちょっと早いかも。あんまりなんか20前半とかはそんなにいない気がするけど、あ、ごめん、うるる、田舎はあるのかも。だから大学まで行って東京住んでたら結構27、8とかって気がするけど、東京とね、東京じゃない場所で違うと思う。多分家買ったりとかね、しない、この年齢で絶対。マンション買ったとかはしないね。絶対しないと思う。周り見てるけど。あ、でも、田舎はしてるかも。実家税はしてるかもね。なんか東京とさ、東京以外でなんかノリが、カルチャーが全然違うんだよな。自分で壊したの悲しすぎて作り直した。やっぱり結婚したい。まだ大阪なら晩婚家だから希望はある。また言い出した。自分で壊してもう一回作り直して。おびやさん気持ちよく寝てるところ邪魔してしまって大変申し訳ない。寝言言ってたのに。おびわんよ、フォースを信じろ。まあ別にいろんな人生があるから、おびわん。まあ別になんか焦ることはない。まあしたいんだろうな。結婚したいんだろうな。それだったらまあもう、かわいそうだな。まあ手に入らないものをなんかこう、手に入らないって前提じゃない。違う、今のは違う、今は手に入らないって言っちゃった。そうじゃなくて、違う、手に入らなそうなこと言ってるから、なんかもう無理みたいなこと言ってるからさ、違う、そうじゃない。まあ相談ついころ、いや、結婚、できるんじゃないかなって気がするけどな。誰でも結婚はできるって。いや、なんか、より好みとかすごいしてたら、それは難しくなるとは思うけど、めっちゃなんかこう、いろいろ条件つけまくって、これがいい、あれがいいとかってやってたら、それは まずいかもしんないけど、めちゃくちゃより好みするとかじゃなければ、まあ大丈夫じゃない。そりゃ。してないのに、ああ、してないのか、うん。付き合ってなんか、そこまでいけそうだったりしたことはないの。どうした、なんでボール投げた今。なんか ボール投げられたの今。なんかボールがひょいーって飛んでった。なんか言葉のキャッチボールしてたのになんかひゅ、苦しい。おびは今何歳だっけ ?24。あ、うん。
いや、じゃあ、あってそういうあじゃない。そういうあじゃないから、別に。別に変な意味に受け取りすぎ。20話もさ、言わなくていいの、その話、今。今、その、そういうなんかこう、なんか客観的、その、それ、コンサルの悪い癖出てる、それ。コンサル癖出すな。コンサル仕草だよ、それ。なんか、事実をまず突きつけるやつ。はぁ、はぁ。大卒だったら26、27ぐらいじゃない。まあ、そうだよね。なんか、高卒か大卒かでさ、結婚する時期全然違うくない？それめちゃくちゃある気がする。大卒で24はちょっと早いなって感じ。26ならって感じする。俺の周り今ピーク来てる。だよね。多分そんなもんだよね、多分。俺30で結婚してる周りも結構いるけどな。今結婚とか入籍。あ、この前さ、いや、LINE のさ、俺の中学生の同級生 LINE グループで来たんだよな、入籍しましたって。俺のいつもの中学の同級生の LINE グループで、入籍しましたって来てさ、いや、マジか。くんさんも、いや、俺は、ウラルの、あのバイクあるんだけど、バイク買ったんだって報告したら、わあすごい子供が喜びそうってコメントが、うちの子供もそれバイク大好きってコメントが来て、あ、うんって、うっすって、はい、いつか乗せるね。いや、そいつ攻撃力高い、ね、高い発言来たね。バイク YouTuber おじさん。はい、やべ、共感。ごめん、くんさん、私甘かった。くんさんごめんね、つらかったね。いや、まあ、僕は、なんか、苦しくないんで、いや、帯は自分がよしよしされたいからよしよし相手にする、よしよしって言ってるんですよ、それ。それ自分を慰めてるんでしょ、それ。俺をさ、慰めてるように見せる、自分を慰めてるやつだよね、多分。それって鏡見ながら言ってるよね、それ。無視で叫び出した。まあ。帯はさ、なんか習い事とかやってみたら、職場とかしかないんじゃないの？なんか、習い事とかさ、いや、料理教室とかじゃなくて、花嫁修行じゃない。違う、そうじゃない。男と知り合える習い事やったら、なんか、山登り、まあ悪くないような気はする。そういうのやったら、なんか、男と知り合いそうなやつ。あ、ジムとかもいいよね、全然。社会人のサークルとかあるじゃん。いや、おすすめなのが、なんか趣味系のイベントとか行ったらいいんじゃない？ガチの相談になってんじゃん。ガチのやつじゃん、これ。オビアンって男の人と絡むとき、ガサツに見られたいのかわからんけど、すぐ下ネタ言うじゃない？あれ、何か透けるからやめた方がいいと思うよ。毒状態。なんでそういうこと言うの？毒状態。なんでそんなこと言うの？今。なんかもう、傷口をさ、切開して、なんか塩を中に、ダーって流し込んだみたいな感じだよね。格殺入れに行った。何か透けるからやめた方がいいと思うよ。何が透けるんだよ、一体。やりで突き刺してくるくる回す。カン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 。はい、終わりです。ということで、これは終わりかな、この企画は。うん、芋虫まだある？ある。くんです。単独で全てを管理することに限界を感じたくんは、クローン技術に増殖を開始。それしたらもうマジでやってるわ。2022年。現在3人から5人程度と言われる君たちはさらなる増加を遂げ、5年の歳月を経て50人へ到達。期待通りの動きしかしないということで、全ての参加勢は首。それぞれの名前とキャラを受け継いの中身君の参加勢に全員君の50人くらいと絶対楽しいよ。すげえことになるよ。次。終わりか。俺の5年後。ちょっと想像つかないな。まあ、金はあるだろうな。俺金稼ぐの多分、うまいから、お金はある気がする。けど、もうちょっと、いろいろやりたいな。できれば。くんはやってますか？いや、くんで飯食ってる人がめっちゃ多いから、絶対やめないと思うけどな。やめないと思う。くんで食ってる人が多いから、今現状編集者とか何十人もいて。だからまあ、やめないかな、別に。俺やりたいし、別に。まあ他のこともやりたいとかあるかもしんないけど、別になんかくんやめたいとか思わない。この活動やめたいってなんかもう思わないな。思わなくなっちゃったな。3年ぐらい前は、なんか少し思ったことあるけど、なんか周りに人が増えて思わなくなったかも。編集者とか、参加勢とか、あと、ちょっと背負うものが多くなったな。昔より、3年前、4年前よりも背負うものが多くなった。それはめちゃくちゃあるんだ。5年前と比べて背負うものの、なんか内容が違いすぎる。ありすぎる背負うものが。もう、やめらんないって感じ。逆に。これでやめるなんか無理だよ。多分。じゃあ借金せよ。どうした？たぶん借金あるのか？どうした？たぶん大丈夫か？たぶんどうした？大丈夫。そっか。大丈夫ならいい。ということで、ジジイです。さよなら。